ネスプレッソコーヒーアンバサダーの上野理香です。このコーヒーとペアリングでは、ネスプレッソのコーヒーの楽しみ方をお伝えしてまいります。今回ご紹介いたしますのは、イスピラツィオーネフィレンツェアルペジオにおすすめのペアリングです。イタリアエスプレッソ協会によりますと、イタリアで楽しまれているエスプレッソには、地域による特性が反映されていると言われています。例えばイタリア北部では、浅入りで仕上げたフルーティーさを残すコーヒー。一方南部では、外利をし、カカオのような香り漂うコーヒーが楽しまれています。フィレンツェは古くより地の中枢としてイタリア全土からの影響を受けています。そのような文化的重要性の高さを反映させて生み出したブレンドがイスピラツィオーネフィレンツェアルペジオです。イタリア北部そして南部それぞれで楽しまれているコーヒーのアロマを融合させました。中米産のコーヒー豆を中心にアラビカ豆 100% でブレンドし、短時間で深入りをした後、ネスプレッソの専門家たちが緻密な計算の末たどり着いたリュードで粉砕いたします。そうすることで深い焙煎香とココアのような香り、濃密でベルベットのような口当たりのコーヒーが出来上がります。そのイスピラツィオーネフィレンツェアルペジオをお楽しみいただくレシピとして、ひんやり冷たく優しい口当たりのコーヒー、アイスニトロピスターシュがおすすめです。このレシピはエアロチーノバリスタを使用して作ります。熱いコーヒーに氷を入れて強く攪拌することで、きめ細かく濃密な泡立ちが生まれます。砕いたピスタチオとフルールドセルをトッピングして出来上がりです。お野菜をたくさん使用したサンドイッチなどと一緒に召し上がっていただくのもおすすめです。しっかりとした苦味を感じるコーヒーにピスタチオの香ばしさ、そしてフルールドセルの塩味がアクセントとなっています。今までに体験したことのないような味わいのコントラストを楽しめるアイスコーヒーが、蒸し暑さを忘れさせてくれるようなコーヒーモーメントをお届けいたします。ぜひお試しください。